皆さん、こんにちは。今日はコーヒーについてですね。コーヒーをたくさん飲むと癌になる。これはですね、2018年3月に突然、日本語も英語も中国語も全てのメディアがですね、コーヒーが癌を引き起こす可能性があるという報告をして大騒動になりました。<laughs> この事件のきっかけは2010年に CRT 教育あこれはですねちょっとあ非政府組織の Council for Education Research on Toxic と呼ばれる組織がこれはあの政府の組織でも何でもないんですね後で詳しく言いますがそれが あのコーヒーががんになる可能性があるんだという表示をですね、飲料店なんかにすべて表示するように政府に要求したんですね。で、その警告文を入れなきゃいけないっていうのは、アクリルアミド、これはですね、いろんな食物に入ってるわけです、コーヒーにも入ってます。 でこれはですね、えー、アクリルアミドは食品を高温で調理した時1 2 0 ° 120度以上ですか特定の糖とアスパラギンとの化学反応によって形成されますでマウスでの実験はアクリルアミドががんを引き起こすことがあることを示しているわけです まあ、でもアクリルアミドはコーヒーだけじゃなくていろんなものに入ってるわけですでもそれを理由にですね、えー、これはコーヒーはガンを引き起こす可能性があるという警告文を入れるべきだと政府に要求したわけですその要求を出しただけでですね噂がパッと広がったわけですね この噂を信用しますかっていうのが今日のテーマです。で、詳しい話は下に出てきます。ドクター・リンが解説いたします。ドクター・リンの意見を聞いてみましょう。UC サンフランシスコ医学博士の PhD ですね。PhD っていうのは、ドクター、医学部でですね、ドクターになる卵たちとを教える、そのレベルにある、 人です、ね、そう噂の舞台裏、噂のきっかけは何かというと民間組織ですね。このサー r これを調べてみたそうです。ドクター・リンガ。すると、電話番号と住所、実際にはメルツィア・ロー・グループ、ロイヤーですね。が所有しており、所有者はラルフ・メルツァー。 合法的なグループの専門知識、お金を稼ぐ方法はカリフ,フォルニア州の裁判所で会社を訴えることであり、サートはそのような訴訟のために作られた会社のようです。まあいわばアメリカの有名なロイヤーがですね、訴訟を起こして金を儲けるというようなあ組織がサートを作って、 でカルフォーニア州を訴えたわけですね。で、コーヒーにそんな警告文を入れろと。というようなことをすると、コーヒー業者はたまらないわけですよね。売り上げがドカッと落ちちゃう。カルフォーニア州は、えー、1986年から提案第65号をああ。 で投票でアプローブしてですね発がん性または生殖毒性があると知られる化学物質のリストを維持し更新しなければなりません毒物リストにある化学物質はそれらの製品をにマークを入れなければならなくなりましたマークっていうのは警告文ですねで例えばですねアメリカカルフォルニアでですねなんか、 あの食品買いに行ったりですねレストラン行ったりなんかある特定のものにはですねあのこれにはがんになる可能性のある化学物質が含まれていますよっていうような警告文が入ってるものがあります。で現,現時点では毒物リストには1,000種類以上のあ化学物質がリストされておりそれはメグリーガルグループに無限のビジネスチャンスをもたらします。 それを主張する企業は自社の製品がリストにある化学物質を含んでいないことを証明しなければなりません。たとえその化学物質が有毒でも発汗性でなくてもです。つまりアクリルアミド量のが含まれているとこのロイヤーの会社が言えばですね、警告文を載せなきゃいけないとカルフォーニアの 州の法律によってですねということで大変な騒ぎになったわけです。で別にがんになるっていうデータを持ってきたわけじゃないわけです。アクリルアミドのが入ってるぞと。だからがんをあ引き起こす可能性があると警告しなきゃいけないと。で警告しなく で済むのはですね、ガンを引き引き起こさないことを証明する。そのコーヒー業者が、ね、で,すですね、ガンを引き起こさないと。いうことを証明しない限り、その警告文を入れなきゃいけないと。いうことになったわけです。で、これはですね、ガンあーコーヒー業者はこんな警告文入れたらコーヒーの売り上げがドカッと落ちちゃう。大変な問題だと。 いうことでこれなんとかしなきゃいけないということですね。現実にアクリルアミドの化学物質はですね法廷への頻繁な訪問者であるアクリルアミドが入ってるぞっていうロあの訴えがたくさんあるわけですね。でフライドアーティチョークス e a r e t h という記事にはですねこれもアクリルアミドが食品を高温で調理した時に特定の糖と アスパラギンの化学派によって形成されるとしかしですねネズミでそのがんを引き,引き起こすことはあると示しましたがアクリルアミドを摂取する人で人々ががんになると証拠は全くないとドクターリンは言っています実際には食べ物を炒めたりパンの塊を焼く場合にアクリルアミドの形成されるでしょう したがって我々は実際に毎日アクリル網戸を食べています。それは通常の条件下で私が食べる食べる量ががんを引き起こすのに十分ではないということです。ということです。私たちは実際には食べています。政府の役人はですね食べていようがい,いまいがそのリストにある化学物質があるっていうことになるとこれはああ 訴えられるる対象になると,ということですね。でアクリルアミド発がん性でないことを証明したいのであれば臨床試験を実施しなければならずですね、えー、臨床試験は非常に高いと数千,数,千数千万ドルさらに数億ドルにもなる空気もがんを引き起こす可能性がありますそれを空気ががんを起こさないですよということを証明するのに あなたは数千万ドル数億ドルも使いますかという話になるわけですねそのためですねコーヒー業者は法廷外で和解するということで製品に有毒性また発ガン性の兆候を示すことに同意しましたメグリーガルグループは何をこれで得ますかっていうと和解金ですねブルームバーグの報告書によると 昨年770件の法廷外和解があり3000万米ドルの和解金を支払いましたそして72%がです、ね、弁護士に支払われていますとブルームバーグニュースはまたメグログループがこのコーヒー事件から数百万ドルを受け取ると指摘しましたそうそれがコーヒー発がんの噂の舞台裏ですね出どころなんですね 要はロイヤーが金儲けをするために始めたということですでその後でどうなったかっていうとコーヒーの発がん性の疑いがある事件の追跡調査としてコーヒーががんを引き起こす可能性があるという警告を特定しなければならないと判決しましたとしかし主要な米国のメディアではカリフォルニア州政府がカリフォルニア州の裁判所の決定を棄却するであろうと。 つまりカルファニ州の裁判所の決定が棄却される上に行くと棄却されるとみんなはあ思っていますねでこういうことをやってちゃいかん,いかんということで,ですねオレゴンのクルトシルシ・シュレダー議員がですね職員尊者の選挙に関する科学的証拠に基づく基準を求める議会での法案を新しい法案を提出したとでその中でですね 一杯のコーヒーに対して義務的ながんの警告を出すというのは重大な間違いだとこれは議員はですねコーヒー業者の方の味方になったわけですねこんなバカなことをしちゃいけないと消費者にとって実際の健康上のリスクとは関係のない多くの警告を至るところで見るのでほとんどの人はそれらを無視しています今日私が提案した法案は共和党と民主党によって共同で支持されており 審議のために上院と参議院に送られました。そして全会一致の承認の可能性は疑う余地がないと。これが通るとですね、もう警告文は法的に載せなくていいということになります。するとカルフォーニアで行ってもですね、上に持っていく、州に持っていくとあ、連邦政府に持っていくとそれが棄却されるということになったわけです。それで、これは コーヒーヒが,がんを起こしますよというのはハッピーエンディングなんですがロイヤーは最初にこれ言い出したロイヤーはああ、どっちでもいいともう和解金を受け取ったんだからという話で終わるんですねところがですね科学者たちはドクター・リンのような科学者たちは 本当にコーヒーがどうなのかどうかということにもっと興味があると若い金はもらってしまいになったんだけど実際飲む人がどうなんだろうと,ということで新しい研究結果が出てきましたするとですねコーヒーはがんを引き起こすのではなくがんと戦うというような研究結果がで出てきました で、コーヒーとがんの論文が三百八十四件あります。ドクターリンがこれ十五年から十八年、二千十八年までに。五十件の中でですね、二十九件の論文がコーヒーががんの発生率を増加または減少させることを明確に示していると。これら二十九件の記事のうち、三件はがんの発生率の増加を示し。二十六件はがんの発生率の減少を示していますと。がんの。 発がんの発生率の増加を示した3件の論文のうち2件は膵臓がんに関するものであり1件は胃がんに関するものでしたがんの発生率の低下を示す26の論文の中で対象となるがんの数と論文は次のとおりです。複数の種類のがん結腸直腸がん電律がん肝臓がんその他いろんながんですね。 膵臓癌に関しては増加という2つの論文がありますが、1つはそれが減少していると言っています。一方、胃がんに関しては増加と減少がそれぞれ1つずつありますと、膵臓癌の増加に関する2つの論文では弱い増加が強調されているのに対しあ、胃がんの増加に関する論文ではその他の要因が特に強調されていますと。ということでですね。コーヒー。 がん死亡率の関係結論から言うとですねコーヒーの摂取が血腸直腸がんや肝臓がん女性乳がんあ頭計部がんのリスクの低下と関連していることを示しているとこれはリンクを貼っておきますねタイトル「コーヒー消費量とがんの発生率および全領域における死亡率との関連」 これでリンクを貼っておきますが、がんの死亡率と反,反比例します。このグループではコーヒーを飲むリスクを高めるところが、すべての分野でがんのあ発生率、死亡率のリスクが低下していますと。ということで、コーヒーは抗がん剤なんですね。いやー、驚きました。 噂ではコーヒーががんを起こすなんて言ってるけどあれはロイヤーが金を儲けるために言ったことで実際科学的には何の根拠もないとでコーヒーはですねどんどん飲んでいいんじゃないですかとドクターリンは言っていますでいつものようにですねドクターリンは適度に食べて運動することが健康維持に一番大切なことなんですよと言っておりますはい今日はこれまで